ワイヤーブラシ電動工具用、ワイヤーブラシワイヤーブラシとは、金属で作られたブラシで、針金ブラシやワイヤーブラシとも言う。金属の錆落としや塗装剥がしなどの研磨作業に使う。ブラシの材質にはいろいろあるが、一般に、真鍮、鉄線、ステンレス製である。他にナイロンなどの樹脂ブラシもある。柄の材質にも、木製、金属製、樹脂製などがある。 主な用途は、金属の錆落としや塗装を剥がし、機械設備の固着した汚れ落としなどに使われる。ワイヤーブラシは、固まった油や錆の除去、汚れたボルトのネジ山の掃除、ヤスリの葉を磨き、金属から古いペンキを削り落とすための工具である。ハンダ付けや溶接に先立って金属から、汚れや、酸化皮膜を落とすのに使うこともできる。レンガから、ススとホコリを落とすことも、 汚れて黒くなった台所用品にも使用できる。しかし木材を滑らかにするために使うものではない。紙やすりのようにはいかず使えば深い傷がつく。ワイヤーブラシにはいろいろな長さと形がある。アメリカではしばしばウェルダーブラシとかスクラッチブラシとも呼ばれる。ブラシの先が隙間のないしっかりしたワイヤー面となるよう。 良いものは三列の弾力のある鋼のワイヤーの房を一緒に密接にセットしてある。このように作られたすべての房はその隣の房を支え合い曲がり込まない。端部で上にカーブするハンドルはまっすぐなタイプより指をすりむく心配が少ない。一部のモデルは柄の反対の端にスクレーパーを備えているが取り回しに難がある。ワイヤーブラシは片手工具のように見えるが 両手で持つことにより、カンナやヤスリと同様に押し付ける力と動きがよりよく制御できる。そして、万力やクランプでしっかりと対象物を固定することは重要である。操作は、穏やかな一定の圧力に、ブラシの底を保って、ノコギリのように前後に動かす。作業時に力いっぱいに押し付けると、ブラシの毛が広がり、多くのワイヤーは、もじゃもじゃの不揃いに曲がるので、 注意が必要である。使用中は、どんな集積も取り除くためにベンチなどの上でブラシを叩くと良い。電動工具用のワイヤーブラシもあり、電気ドリルやグラインダーに取り付けて使用する。ステンレス製のワイヤーブラシは検索力が高く、鉄のサビ落としに使用すると、サビだけでなく、鉄も削ってしまうので、ある程度汚れが落ちたら仕上げには、真鍮製のワイヤーブラシを使用するのが良い。 ありがとうございます。